こんにちは。こんにちは。美味しいランチョンマット菊池です。どういうやつそれ。いやもう前回やられてるから。何それ。激マズテーブルクロス山口です。引っ張られてる。まんま、まんま被せていこうと。オリジナリティのかけらもない。オリジナリティオリジナリティ、オリジナリティ。怖くないライオンみたいな。めちゃめちゃいい。何がいい。怖くないライオン山口です。オートハンデのハウトで勝率を上げる方法。こんなのわざわざ俺が言わなくてももう分かることだから。まあよくダブルスとかでね、オーハンハウトやりますとか、はい、ハウストーナメントってやつですね。まあよく見るのは通称ハイローっていう、一番上の人、一番レーティングが下の人で組む、うん、でこう順番に中心にこう近づいて組むっていうパターンと、好きな人同士でエントリーしていいよ、その代わり大半なっていうハウトもあるんですけども、そのパターンでね、どうやって戦うと勝率が上がるのかという話でございます。おお、ぜひ聞いておきたい。オートハンデっていうのはさ、まあ、ハンデなわけじゃないですか。スタッツから計算してこれぐらいハンデ上げるとちょうどなるよっていうことなわけだから、レーティング詐称みたいなのは置いておいて、基本的にその日調子良かった人が優勝できる仕組みじゃん。もうカードのスタッツより打てた人が有利なわけじゃん。そらもともとハンデもらってるわけだから、いや大半いらねえだろみたいなことが起きた人が勝ちなわけまあまあ。で僕が出た時、大学生だね、大学生の時に15の友達と、俺その時10ぐらいだったのかな、で10と15で組んでダブルスで出たのよ。だ基本的にずっとハンデをこう上げてる状態な、ああそうなるわけですよね。でまあ501とかだったから、50は5ラウンドで上がる、でも自分らで決めて、その相手がチュチュチュンとかハットとか出してきても、でこっちが5ラウンドで上がれば、まあ、そうそう負けないと。4ラウンドで上がられちゃったらもうしょうがないということで、まあ、割り切るんですけども、01はもう自分がスタッツ取り打てば勝てると。でクリケなんですよね、問題は。プッシュするのか、めちゃめちゃ盛るのか、さっさと締めていくのかっていう、まあいろいろハウトの戦略がそれぞれあると思うんですけども、はい、ハンデを与えてる場合ね、与えてる場合一番大変なのが4-4とかのペアとやった時、15-10だからもうクリアじゃんみたいなハンデなわけよ。もう、はいはい、ほぼバッテ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 68点みたいな、そういう状態の時にどう戦っていくのかっていうのは、まあ、まず大半だから普通のクリケットじゃないわけじゃないですか、まあ、だからハンデを上げてる側の人、はい、自分らの方が上手いっていう場合の時は、はい、バカみたいに盛る盛る、点数を盛る、もう締めたりとかもしないもうプッシュ、もう相手の目とかも気にしない、もう観客の目も気にしない。勝ちたいならね、盛り上がりたいとか楽しみたいとかだったら、まあ、勝率を上げる場合だから、はい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 、今回はで、なんでバカみたいに盛るかっていうと、そのハンデを与えている、で相手がキャッチとかで7マーク5マーク出してくるってことあるわけじゃないですか。格上に勝つ方法の時にも言ったこととちょっと似てるんだけど、こっちはハンデを上げてるわけだから、相手のまぐれを平均にしたいわけよね。ちょっと説明して。相手が本来の実力の中にそれ以上があると向こう勝っちゃうから、そう、こっちの弱い方を増やすためにいっぱい打たせるってことでしょ。そう、いっぱい打たせる、いっぱいラウンドを稼ぐ、うん、カードのスタッツが2とか 1.5 の人が5マーク7マークしてきたら、はい、こうなっちゃってるわけだ、はい、やっぱりその中でノーマークとか何回かやるから結果2ぐらいになるわけでしょ。はいはい。でも7マーク出された時に勝負は仕掛けない。仮にそれでちょっと追い込まれたとしても、もうカットとかしない。まあ場面にもよるけど、まあ2マークとかだったら締めてもいいと思うけど、とにかく俺らが決めたルールは120点以上を保つっていう差を、120点差以上を保つ。そしたらまあ9マークとかはあんまりされないから、まあさすがにね、まあ上げてる側だったらね、こっちが、もうプッシュしてプッシュして余裕を持った状態でカットしていくっていう状況を作ると、まあ実力通りに割と打てる。そう、お互いがね。そうで、実力通りに打たせればそれはこっちの方が打つからってことです。そういうことです。もうまぐれが発生するから、絶対。まあしますよ。だから自分の方が上手い時にちゃんと勝つ時は引っ張る、引っ張るためにはまあプッシュした方がよくねっていう。うわー、めっちゃ嫌だ。めっちゃ嫌でしょ。だって俺が格上になることがないから、うん、逆にそれやられたらマジやん。あ、そう、マジやんってなるじゃん。うわ、でももうちょっと逃げたみたいな空気になるし。まあそれでも結局俺ら負けたけどね。負けたんかい。じゃあいや、その試合とかは勝ったけど優勝とかじゃなかったと思う。まあ、ロビン抜けて 1,2 回勝って負けたって感じだったね。あの13と8のペアとか、
やっぱ大判って7、8前後がやっぱ有利っていうか、その8って9マークありえるから、全然レーティング8あったらベッドとか出せるし、ハットも出せちゃうし、その瞬間最大風速を出しやすい、出しやすくハンデを一番もらいやすい。そう、これはあの8の人を攻めてるんじゃなくて、もう数字上そういう場所だから、うん、しょうがない。そう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 、だからよく大半のさ、リーグとかでもやっぱり8の人って重宝されるんだよね。で、今度は逆、自分がハンデをもらうときに勝つ方法、はい、待ってました。これはもう格上に勝つ方法って言ったままや。あの、とにかくまぐれをたくさん起こすために、早く終わらせるために締めていくってことよ。まあで、あとクリケットで言うと、まあ、クリケの戦略って本当に正解がないから、まあ、こうした方がいいよっていうことじゃないんだけど、俺は黄斑で全部2マークとかついてたら、そっから狙ったらって思う。やっぱエリア持たれる方が嫌だし、だって18とか18、17、16ってバッテンバッテンバッテンってついてて、 PPP って3マーク例えばしたとしたらさ、もう18、17、16は上手い人がどんなに頑張ってもクローズしかできないわけ。そう、2マークだったらオープンもされるし加点もされる可能性あるけど、先に開けちゃったらもうそのエリアに関して上手い人どうしようもない。で、上手い人も点数のハンデとかも上げてるわけだから、自分らがオーバーできる可能性のあるエリア減らされるとちょっと嫌じゃん。まあ3エリア例えば開けられちゃったら1ラウンド目で、まあ、1、2ラウンドで開けられちゃったら、あと20と19と15だけかってなるんですよ。で、18で加点しようと思ったのに、なんかフェーンって飛んでってピーピーピーって20締められちゃった。いや、もう点数勝ってるけど20消されたかっていう感じになるじゃん。ちょっと後がない感が、そう、後がない感出るでしょ。まあ俺ぐらいのレベルだとね、もう18とかあったらそんなの後なんかいくらでもあるんだけど、まあでも緊張するレーティング18の人もいるし、ハンデもらう側が有利なのが、レーティング18の人だったらね、例えばレーティング18でもマックスでしょ、マックス打ってちょうどなのよ、マックス打っていい戦いができますよっていうハンデなの。だからもうマックス打てなかったらもう不利なのよ、その時点で。はいはい、っていうプレッシャーがあるよね、18の状態でオートハンデ。まあ18になったことないんで分かりませんけど、あくまで数字上は、数字上の話、数字上の話だ。やっぱレーティング低い方がさ、ばらつきがあるじゃん。だから上も打つし下も打つと思うんだけど、上打てばどんなに打ってても18なわけだから、はいはいはい、まあ勝率としてはっていう気持ちでやると楽かも。まあ18の人に9とか打たれたらもうそれは18じゃないからさ、36だから、それはもうそれはもうしょうがないよ。なんだ36って。そう、たまたま18時までしかなかっただけで、まあまとめると、ハンデ上げてる側の時は長引かせる、もらってる側の時はさっさと終わらす、まあ、それができたらっていう話なんですけど、まあ、そうですよね、まあ、それができたら苦労しねえよって話なんだけど、はい、まあ結局その日調子良かった人が勝つわけだから、オートハンデは、まあ、そこはもう割り切ってというか、なるほど、っていう感じですかね。ハウトでちょっと勝利にこだわってみようという人は、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。